そうね。そうだね。よし。そうね。どうなさいますか？運命の扉は開かれた。どうなさいますか？刹那さんが危ない。急ごう。今回も一緒で嬉しいよ。君と過ごす時間結構好きなんだ。進路は二つ。どちらに選ぶか慎重に決めなくちゃ。誰を倒すの？
選ぶ。僕と味わうがいい。俺が来たからにはもう安心だ。イッショータイム。どうしてここに？もちろん助けに来たんだよ。ショータイム！さあ急いでここから脱出しないと。その調子で勝利をもたらしなさい。うまくいったみたい。皆様こちらからお逃げください。逃すわけにはいかない。承知した。え、なんだこの石ころは。石碑か何かのかけらに見えるけど、何が書いてあるかはわからないわ。私の邪魔をするか。ならば消えてもらえたぜ。あなたはなぜそこまで戦うの？うまくいったぞ。ここまで追い詰めたのだ。逃がすわけにはいかない。刹那さんはいろいろ隠し目。あなたに無糖していた。でも優しさは本物だと思うんです。だからそれがお前の信じる道か。なら貫くがいい。退路は立たせてもらう。おお、なんだお前は。なんとか逃げ切れたように。すまなかった。そしてありがとう。すまない。くっ。あの刹那さん。わかった。
王は犠牲者なんだ。王は自らの命を燃やして泉の強大な木を操る。そのせいで代々の王は短命に終わる。特に最近はもう10年と持たない。俺はどうしても玉木を死なせたくなかった。人生に光を与えてくれた大切な家族を。だから叔母上に占ってもらったんだ。俺が王に、いや永遠の王になれる方法を。刹那が王になるには異界の英雄から力を借りねばならない。ただし絆がなければ力はなじまずこぼれてしまうけれど、そして永遠の王になるなら三種の神器と共に泉に身を捧げればいい。そうすれば体も魂も朽ちることはない。泉の中で永遠に生きる、そんなのずっと苦しむだけじゃないか。それこそが俺の願いなんだ。玉木と世界を守り、そして二度と犠牲者を出さずに済む。俺にとってこんな幸せなことはない。これで隠していたことは全て話した。虫のいい話だが、どうか俺を信じてくれ。俺に力を貸してくれ。大切な人を守りたい気持ちは私にもわかる。でもあなたが犠牲になればきっとあの子は悲しむ。それでもいいの？覚悟の上だ。やっと本音をぶつけてくれたね。私たちの力を使って今のあなたになら預けられるから。それでいいよね？私は元の場所に帰りたいだけだ。私にはやらなければならないことがある。そうだね。ここにいる誰もが自分のやるべきことを果たしたい。そのためにも力を合わせよう。ありがとう。刹那さん。ああ。あ、そうだ。はあ。ああ、頼む。それが役目なら。レグリナさん。ええ。ああ、頼む。いいだろう。